中でマイク。はい。緊張するね。ちょっと明るくて、はい、緊張するよ、緊張する緊張する緊張する最初ないんだから最初大事やばもう後は楽しみ後は楽しみ後は楽しみ私頑張ろう地味ね、好きやねんけどなんか浮いてるじゃあほんまに全然生まれる自信なんかなかったし、なんかすごい不安決まった時はずっと不安しかなかったです。ツアーで初日迎えて、なんかこの4人で絶対上に行って今まで嫌なこととか苦しいこととかあっても諦めんと頑張ってきたんやから最高の景色を見たいなって思った。あんまり人に興味なかったんですけどメンバーとめっちゃ過ごしたりハッカーの人とかと喋ったりいっぱい喋ったり関わったりしていくうちに人間が好きになりました。結構最初辞めたかってそれはなんかシャウトするのが嫌やったからやめたかったけどシャウトやっていくうちにみんなかっこいいって言ってくれたりなんかヨナのシャウトで元気になったみたいなの言ってくれるからあもっとちゃんとしたいと思って自分にしかできひんシャウトやろうって思う。パスコード入った時はもうほんまに不安やし全員お姉さんやしライブももう1年以上もうみんなやってたから自分がついていけるかなっていう不安ばっかりありました。もうパスコードの一員としてメンバーの一人なんだって自信を持ってあのライブが行えるようになるかなって思います。帝国で行きます。はい、中スタートしましょう。はい、はい。